ですよね、その白の素敵な上着は、ね、そのこと聞くんですか、はい、そういうイベントなんですか、こういうイベントどこで買ったのとか、そこで買ったのそれどこで、あのスプリングコートがすごく好きで、春になるとこのシェルみたいなちょっと薄いコートを必ず1枚ずつ、で T シャツをちょっと着てきたんですけども、はい、あ、かわいいですね、ちょっとあのシャガル風です、ね、あ確かにね、ちょっと見えるんですけど、うん、下をちょっと読むと、うん、Queer was always here、 Queer はずっといたのよっていうことで、僕はネットフリックスであのハートストップというあのすごく人気のドラマがあったんですね、はい、イギリスで使ってて、はい、それずっと見ていて、はい、その非常にかっこいい主人公が、うん、先月ロンドンのプライドパレードで、あのこれを着てたんですね。あ、そうなんですか。僕はあの服、洋服はこう衣装とかっていうふうに思わないですね、うん、この後藤さんと見方的に話をしたんですけれども、うん、こう洋服と衣装っていうのが、うん、業界の人と一般人みたいな、その日本語ちょっと独特のこう二項対立的な構図があって、仕事用か、それ普段じゃないとか、結構こうほらいろいろなネタが突然こう来たりとかするじゃないですか、前の日にいろんなニュースが起きたりとか、それでこう着ていくものっていうのは変えていったりとかっていうのはするんですか。変えます、はい、まあ、報道番組であっても朝の情報番組であっても、まあ大体12時間ぐらい前に大体こういうラインナップっていうのが来ます。でも現場に行くとそれが結構半分ぐらい入れ替わったりすること、もう夜中にもみんな制作は働いてるわけですから、でまあそれは変わるんだけど、それ最初に見た時の人か出来事、それからもう一つは気象ですね。あの雨がすぐ降ってる日はちょっとテカテカしたものとか、スタイリストに任せてると何日か前にブランドとかに借りたりするじゃないですか、服を、はいはい、だそれができないんですよね。できないんです。だいたい4日前とか5日前とか借りてくるんですね。でその代わりたくさん持ってきてくださるし、はいはい、控え室でその中から選べるんですけど、まあ、今日はですね、筋膜リリーススティックばかりじゃないんですよ。筋膜まだあるんですか。まだあるんですか。なんだ、持ってきたんですよ。持ってきました。何を。でこれが、まあ、かすりでも使 う, こう藍染めのこの布に運まれた、これは、まあ、箱といえば 箱ですけど、こ日本ではこう膣って言いまして、古い手持ち、はい、こういうね、こういうふうに開くんですね。だから着物と一緒なんですよ。江戸時代明治初期のこの和装本っていうのは、それを養生するために、だから着物と一緒ですよね。守るためにこういうぐるっとこうチューブみたいなものを作って、でそれを開いていきますですね、こういうふうに。でその中に、まあ、書物が入っているわけですけれども、これはまあ明治14年に、で小説にはこれをあの浮世絵と全く同じ技法で木版で多色刷りので、真ん中を見るとあの文字があるんですけれども、墨刷り一色刷りの文字があるんですが、その文字こういうふうにこれをつなげていくと、これは3枚続きの、おーかっこいい、3枚続き の, こうあの登場人物がそれぞれの服装からもうすでに分かる、なるほど、キャラクターがありまして、この左側は一応よちよちのこの公教育は明治5年からあるにはあるんだけど、ものすごいやっぱりこう段差があるんですね、日本国民の中に。ですがこれをね、見る目で見る、それから音読をしているんですね。なるほど、この文字は全部誰かがお店の中にこのやっぱり文字を読むことが長けている人がいて、よく見ていくとひらがなが全部ルビが振ってあるんですね。振り仮名全部振ってあるので、漢字を一文字も知らなくても読み上げられる、なんとっていう具合に、誰かが年長者がいて読み上げれば、あこれぐらいの、今日ちょうどこの言論カフェぐらいの中でみんなが読んだことになるんですね。そっかそっか。近代が何を切り落としたかというと、聴力ですね、耳と、もう一つは4年ぐらい前にアンティプリマーのデザイナーで社長の荻野泉さんと食事をしていて、アンティプリマーってこうウールが、そのニットが素晴らしいですね。ファクトリーはあの香港にあるんですけれども、ヨーロッパではもう本当に負けないぐらいの。もう一つはコレクションがすごく面白くて、これストリーミングでずっと見てるんですけど、泉さん本当に素敵なんなので、メンズをなんで作らないかよっていうふうに聞いたらば、返す刀で、いやそれを言うんだったらあなたが
作りなさいよっていうふうに言われて記憶があるんだけど、なんかこう切りながら食べていたそうですよねそうだよねって言って、翌日こう事務所から電話がかかってきて、ちょっとうち の, あの荻野がちょっとこれからちょっとコラボレーションについてなんか相談があるとかって言って、時間打ち合わせの時間をいただけますかって言って言われて、ってなって、それでちょっとキャプスルコレクションを作ったんですね。7点ぐらいかな、男性の。でそれをスーツではなくてちょっとジャンパーみたいなものを下に来て、これガチでこう作らされたっていうか、あの絵が全然描けない、まあもちろん当然ですけど、パターンもねもちろん全然作れないから、じゃあいいからちょっとまあ香港と東京のスタッフで集まって打ち合わせしましょうって言って、打ち合わせ15回ぐらい、白ボタンの形とか材質までもう全部本当に、でもすごい素敵でしたよあのコレクション。ありがとうございます、すごい覚えてます。はい、そういうこのユニフォームみたいに黒紺、そしてちょっと薄いこの青色の最近のそのシャツからちょっとやっぱりこう、まあ、僕ら世代とかちょっと下の男たちをちょっと、まあ、解放したい、解放したいというとかちょっと上から目線に聞こえるから言わないんだけど、ちょっとそういう選択肢もやっぱり与えたい、はいはい、オンとオフじゃないよ、はい、人生ってオンとオフってできてないから、はいはい、なるほど、まあ、グラデーションでちゃんとつながるような、グラデーションでちゃんとつながってるから、ちなみにだから人気あるやつはそもそもゼリーに手に入んないからね、俺これもだって注文して買ってるから、しかもなんか詰めてもらったり、いやだから僕らが、あの後藤さんはもうさらに100倍ぐらいだと思うんだけど、やっぱりストリーミングでコレクションを見て店に電話をして、今ベルギー今いるからじゃあ買ってくるとか、絶対日本にこれ入ってこない、もういやこれちょっと一点ちょっと見込みでちょっと買ってきてって言って、で断れないんだよね、入ってくる半年後に、そうね、分かんないからね、なかなか、いやこれごめんなさいこれ違ったわ分かります、わかる。もうキャンベルさんパリ行きましょう。パリに行って展示会で実物見て、これはあの買います。僕はミラノで5回ぐらい行って、それはしてるんだけど、はい、届いたものと半年前に見たそのズレっていうものが治らない。いや僕は永遠にそれはすみません永遠に治りません。僕はもうすでにオーダーしてることも忘れてるんで。あ、そう僕もそうですよ。はい、でも届くんですよね。あれ？なるほど。スーツはだから女性のユニクロのスーツの内ポケット問題っていうのが、内ポケット問題か、あって、その形から考えると、まあ僕はね、後藤さんどうですか、そのポケットを開けますか、つまりあの大体しつけ糸で、ああ、開けます開けます開けますけど、開けますよね、開けるけど、しつけ糸は開けますけど、いやこれまさに今日メールが来ていまして、それで、はい、今日社会部の記者と雑談をしていて、はあはあ、女性用のジャケットは男性用に比べてポケットが少なく機能的、はい、本当ですか、という話で、誰か取材してくれる人が面白いかなという話になって、後藤さんの名前が自然発生ってことになります。いやそれは上がるだろうね。じゃあ今いいですか、今もう潜在一遇のこれ今のタイミングで、この後藤陽平さんの判断、そうなんです、それでスーツといえば陽平さんだからって言われて、どうですかって言われて、僕返したのが、視聴者の方がすごい見てるんですけど、あのキャンベルさんが MC じゃないかってゲストさんですよね。その通りだよ、完全にそうなってる。だってキャンベルさんギャラは一緒です。回すのすごい上手なんですもん。回すのうまいし、バランスも回すって言い方面白いですよ。あれもね、日本語独特なんですよ。こう丸じゃないですか、回すって。こうじゃないんですよね。押したり引いたりじゃなくて、回す。大好き。